バルバダスは、スペインガリシア州、オーレンセ県のムニシピオ。コマルカでオーレンセに属する。ガリシア統計局によれば、2010年の人口は9468人。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は93.26%。バルバダスは、オーレンセ県の西部に位置し、コマルカでオーレンセに属する。北から東にかけては、 オーレンセと、東はサンシブラーを、ダスビーニャスと、南はアーメルカと、カルテージェと、西は、都園の各自治体と隣接。自治体中心地区は、バルバダス教区のバルバダス地区。自治体市長は、ガリシア国民党のホセマヌエル・フレーレ・コート。自治体表議員は、ガリシア国民党、7、ガリシア社会党、3、ガリシア民族主義ブロック、3となっている。 バルガダスは6つの教区に分けられている。太字は、自治体中心地区のある教区。A.B. インゲハットネラ、カルロス、エイブルーシャンのウソトゥゴリーゴポルカンチェローズ、プロザ・プブリカ、HTTP、プロザ・ガル、リクターソ、1263、エボルシオンのウソトゥゴリーゴポルカンチェローズ、A.B. ディスヤナージングラフコエレストロドで、ガリツヤ・ボリューム3、 p94 から96、ジゲルプブラケーションス200、2009、ISBN978 から8461358120、パブロスヨネスデイチョデスで1900アスタ1991、シフレスオフィシャルズでロースセンソスリスペクティボース、シフレスオフィシャルズでパブレーシアンリザルトンツゲラ、 レビチオンデルパドロンミューニセプル A1 デエネロ、スペイン内務省2011年地方選挙結果。ありがとうございます。